はい、ということで今回は縄跳びステップ体操をやっていきたいと思います。まずは1種目目はスタンダードにそのままかかとタッチを繰り返しやっていきましょう。で、足そのまま上げてもいいし、こう自分でリズムを取ったりも大丈夫です。基本は楽しくなんで、ただ足をしっかり股関節の曲を入れることによって心拍数も上がりますし、この時の姿勢、アライメントも気をつけてください。背中が丸くならないようにお願いします。OK。 次は後ろでクロス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 やっていきましょう。心拍数上げたい人は体力してもらっていいですよ。家でバタバタできない人もいると思うんでね。そうだね。そういう人はもうこんな感じでバタバタできる人とやるで。それがいいかもしれない。OK。今の動きを繰り返します。前、後ろ、後ろね。まあ、1回目はちょっとゆっくりやろうか。はい、前、前、後ろ、後ろ、前、前、後ろ、後ろ、これだけでしんどいと思うね。うん、足を上げるっていうことで心拍数が上がるんで、でまたこう足を上げるというのは下腹部にも効きます。 OK。 次、片方の手で座る。あ、逆だ、逆。内外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 、結構混乱すると思うよ。内外内外、手は一緒。内外内外、そう内外内外、そうです。足の内転外転、しっかり足でタッチ。おー、 OK。 混乱する。混乱した混乱した、思惑通りだわ。それはじゃあもう一回繰り返していきたいと思います。タッチ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 、跳ねる方は跳ねながらやってもらいいです。で、まだまだ大変な方はこの西君のペースでやってもらって結構です。今、跳ねたことを後悔していたのか。急にやってそれ、急にやって、急にリクエストからコメント、バグるか。結構これ、でもずっと飛び上がってるとしんどいっすよ。きついよ、この辺結構きてる。じゃあ、俺ゆっくりバージョンするから。え、OK。 おお、来たよ、バドミントン部来たよ。やっぱステップは大事。ステップは大事。バンドがエイジーな、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 すっげえジョイマン動いてるんだよ。しかも後ろ向き、ちょっと興奮したジョイマンみたいになってるこれ。どう、皆さんステップ鍛えてる？ OK。 では前と後ろの動きをやっていきます。さあ皆さん、早くできるよう早くやってくださいね。お、早い早い。さあ、全然僕のペースも結構ですからね。あと20分もあるよ。20分もあるよ。20分あるよ。ある振動になっちゃうよ。20年ぐらい前。20年ぐらい前。いや、もっと前じゃない。 OK。 最後よ、みんな、これね、いきましょう。
すごい本当にこれリズムよくできるとすごい。ガチガチ。でも本当にいいトレーニング。どうですか皆さん。今ねバタバタするバージョンとバタバタしないバージョンでやったんですけど、別にバタバタしなくてもそれなりに股関節まで太もも結構効くんでおすすめです。はい、股関節をしっかり動かすことすごい大事ですので皆さんチャレンジしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。では楽しくやろうぜ。バイバイ。